加盟国加盟承認待ち加盟申請中国際水路機関は1967年に採択された国際水路機関条約に基づき、改図などの改善により航海を容易かつ安全にすることを目的に設立された国際機関。本部所在地はモナコ。イホは太陽推進総図の作成に参画している。世界の海域の境界と名称を記載した。 太陽と海の境界の編集、出版も手掛ける。これらの出版は英語、フランス語、スペイン語で行われている。イホは、航海の安全に資するため、水路寿司の表記統一や、各国の水路機関の協力調整、海図作成技術や、水路学の研究を行っている。百二十一年に設立された国際水路局を前身とし、九百七十年に、 現在の組織に再編された。海洋学者としても知られたモナコ大公、アルベール一世の招聘を受けて、アイハビーの本部はモナコに置かれた。アイハビーの原加盟国は18カ国。アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、イギリスオーストラリア、チリ、中華民国、デンマーク、フランス、ギリシア、日本、モナコ、オランダ、ノルウェー、ペルー、ポルトガル、シャム、 スペイン、スウェーデン、エジプト。ハラカ名国にロシア帝国はないものの、アイハビーの必要性を検討する会議は1908年と1912年にサンクトペテルブルクで開かれている。イタリアとアメリカ合衆国は1922年に加盟。総会として5年に一度国際水路会議を開催している。50音順イーホが発行する。 太陽と海の境界の第3版における日本海の表記はジャパンシーである。1986年には第4版を制作するため加盟国の投票が行われたが否決された。しかし、大韓民国は1997年の第15回保送会において日本海の名称は日本帝国主義の残滓である都市 S-23 におけるジャパンシーを 韓国が使用する東海に変更するように要求し始めた。これに対して日本国政府代表団は直ちに日本海の正当性を伝えるとともに韓国側の主張する東海には理論的また歴史的にも根拠がない名称であることを理由に挙げて反対した。2002年4月の第16回保送会において韓国はまたもや S-23 における 東海の兵器を求めた。同年8月の伊保理事会は、日本海の名称について、高度な政治性を有し、日韓両国の調整がつかないとして、日本海部分を含まない形での改定版、最終稿を加盟国に配布し、同最終稿への賛否の投票を求めた。日本政府は、伊保理事会に対して、直ちに反論するとと,ともに、伊保参加国に対して、日本海が 国際的に広く認知されている事実とともに、韓国の主張の矛盾点を詳細に報告、国際名称として、すでに確立された名称を安易な形で変更する、ことは、今後の悪しき前例になると主張した。また、日本でもごく一部の人が知るのみだった、日本海故障問題が、このニュースによって、多くの人々に理解される結果となった。2002年9月に、 イホ理事会の理事国がギリシャ、アメリカ、チリに変わると、理事会は、加盟国から改定版最終項の内容に根本的な影響を及ぼすコメントを受領し、また、加盟国が投票することの意味合いについて、説明を要する多くの質問が寄せられた。加えて、理事会は、イホの技術的目的を超える問題に直面している、との談話を発表し、 同海定番最終項を撤回した。伊保加盟国は太陽と海の境界の第3版がすでに策定後50年以上も経っていることから改定を求めているが2007年と2012年の第17回第18回補送会でも日本海故障問題に対する日韓の対立が埋まらず第4版への改定は先送りとなっており ジャパンシーが単独表記された第三版のまま維持されている。国際水路機関は船舶交通の安全性強化や海洋環境保全の促進の取り組みにおける水路業務や水路技術の重要性を加盟国が広く一般に啓発するために6月21日を世界水路の日としている。世界水路の日は2005年11月の国連総会で採択され、 国際水路機関の設立日を記念して6月21日とされた。ありがとうございます。